山田亮選手にお話を伺います。この2走を振り返ってご自身ではどういうふうに感じてますか？まあそうですね、まあ、自分の中ではまあもう一つといった感じですね。はい、どのあたりがもう一つっていうのは何かありますか？まあ、足の感触もですし、まあ、レースの組み立てもまあ全てですね。はい、調子の方はご自身ではどうなんでしょう？まあいいとは言い難いですね。はい、さあ決勝戦、まあ、地元唯一のということになるんですけれどもね、どう戦いますか？そうですね、まあ、ついてもらえるので、はい、ちゃんと自分で自力で頑張ります。はい、山高カップっていうのは山田選手の中ではどういうふうに捉えてますか？まあまあ、大先輩なので、まあ、冠なので、まあ、頑張りたいんですけど、まあ、本当気を負わずにいつも通り走れればなと思います。はい、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。はい、中野選手と揃っての勝ち上がりでしたけれども、はい、はい、どうですか？そうですね、ちょっと僕の前のレースであいつが勝ち上がったんで、はい、それは結構意識しました。勝ち上がって、はい、はい、一緒に走らないと公言されるんで。そうですよねその熱い思いがレースで伝わるといいですね。そうですね、はい、はい、できればその中川選手の願望、中野選手にこんなレースをって思いが何かあったら。まあ別に特には、はい、まあ、うん、ワンツー決まるように決めてくれたら、はい、まあ、僕の、はい、もちろん僕がワンですけど、ワンでね、足も頑張ります。応援お願いします。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝新村選手がいいレースしてくれましたね。本当です、はい、よかったです。はい、ついててどうでしたか？強かったです。はい、でもまあその新村選手を抜いているんで状態はいいんじゃないかなっていうふうに感じるんですが。そうですね、抜けてるんで悪くないと思います。はい、決勝戦ですけれども、はい、メンバーご覧になっての印象はどうでしょう？いやもう強い人が勝ち上がったなって感じでした。はい、萩原選手はどう戦いますか？山田君の番手で頑張ります。はい、まあ、山田君の地元なんで、はい、山田君の好きなレースをしてくれると思います。はい、この2走してご自身の手応え感触っていうのはいかがですか？そうです、フレームを戻して感じはいいです。はい、手応えはしっかりつかめているとと思います。はい、はい、さあ決勝戦ですけれども、メンバーご覧になって印象はどうでしょう？そうですね、近畿がまあ、結構自力屋がおるっていうイメージで、はいはいね、ただ、まあ、山形選手も、ね、山根選手と一緒に乗ってきましたんで、まあ、そこはやはり目標にということになりますか？そうですね、準優同様に、はい、山根君に精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。2着日本での勝ち上がりということになったんですけれども、2走振り返ってどうですか？そうです、まあ、ちょっと、まあ足的には結構きついかなと思います。決勝戦ですけれども、中川選手と一緒にということになりました。どんな思いですか？そうです、まあ、前回はもう一着、前回ちょっとまくり力になってしまったんで、はい、まあ、明日しっかり頑張れたらなと思います。中野選手が先に勝ち上がりを決めたということで、中川選手の投手にかなり火がついたみたいですよ。そうですね、だいぶ仕掛け遅くなってるのは思いましたね。はい、どうしてもやっぱり一緒に決勝に乗りたかったという本当にどっちかがもう優勝できたらいいなと思ってます。準決勝はマーク戦でしたけれども、振り返っていかがでしたか？そうですね、中野君すごく頑張ってくれたので、一着なれました。はい、マーク戦というのはご自身の中ではどうなんですか？回数としては2回、まあ、うまくいって3回あったんで、はい、まあ、まあ緊張はしましたけど、なんとかいけてよかったです。はい、そして決勝戦ですけれども、まあ近畿3人揃ったんですけれども、脇本選手はどう戦いますか？そうですね、大阪ゼニア悪いんですけど、短期でやらせてもらいます。短期で切れ目から一発。そうですね、はい、自分のいけるところからいきたいと思います。大垣のそのバンクのコンディションというのはどうですか、走ってて？まあ、まくりも効きますし、まあ、逃げでも決まるかなっていう感じはあります。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。2走振り返っていかがですか？まあ、まあまあ頑張ったかなって感じです個人上がり11秒7っていう。あ、本当ですか？はい、タイムどうですか？まあ、はい、頑張りました、はい、さあそして決勝戦ですけれども、メンバーご覧になっての印象を教えてください。そうですね、結構、まあ、自分よりみんな強いんで、まあ、積極的にいけたらいいかなって感じですね。受ける選手が多いですね。そうですね、はい、それでは最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。最終日も頑張ります。応援よろしくお願いします。